ボブぐらいでいいかなって思ったんだけど、最初は髪の長さ、だん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 ちょっと欲が出てきて、Hey guys! 初恋、こんにちは、ひらちゃんです。はい、ちょっとさ、このピアス可愛くない？これいただき物なんですけど、これいただき物なんですけどっていうか、私基本いただき物のピアスしかつけてないんですけど、視聴者さんからいただいたピアスとかね、ノンホールピアスっていうんですか、をつけさせていただいてるんですけど、はい、今日どうですか？いつもよりもちょっと長めでプラプラしてるでしょ。はい、というわけですね、今回は、ピアスじゃなくてですね、最近髪がだいぶ伸びてきたので、髪飾りっていうか、こういうバンスクリップっていうんですかとかを使って、髪留めっていうんですかね、使うようになったんですけど、髪が短い頃はね、あ、早くああいうの使いたい、早くああいうの使いたいってすごく思ったんだけどね、最近もうそのなんていうの、髪が伸びてきたから、こうバンスとかをこうね使えるようになったのがすごく嬉しくて、いつもはこれ100均だったんです。これ100均のダイソーかな、ダイソーで売ってたバンスクリップだったんですけど、もうちょっと値段のするねバンスクリップを買ってきたので、それをただただ紹介するというただそんだけの動画です。よかったらね、最後までお付き合いいただけたらありがたいなと思います。今日はね、多分5分ぐらいの動画になるんじゃないかなと思ってます。1個目こちらです。どうですかね。この白いやつ、これがね、なんかこうお店に並んでて、あ、やばい、ちょっと可愛いかもと思って、なんかいろんな色があったんだけど、私ね、基本服もそうなんだけど、なんていうのかな、パキッとしたね色っていうんですかの方のが合うんじゃないかなって最近思ってきて、その白だったら白とか、黒だったら黒とか、赤とかね、なんとなく合う気がします。はい、なんでね、ピンクとかね、そういうのもあったんだけど、あえてね、この白にしました。足見えないんだよね、これ。大丈夫？画面の中に映ってますか？そう、まだね、私バンスクリップしか止められないんですけど、あと他のがね、止め方が分かんない。これからの時期さ、暑くなるじゃないですか。こう髪下ろしてるとね、この辺がもうめっちゃ暑いみたいな感じ。もうちょっと髪下ろしてただけでもうここら辺汗だくじゃないけど、結構ペタペタするもんね。このね、バンスクリップと、あともう一つあるんですよ。こっちがね、私結構お気に入りなんです。もう一つはですね、こちらです。じゃりーん、見て見て、すごいキラキラしてない？私こういうね、キラキラしてるのすっごい大好きなんですよ。本当にこれはね、親からね、よく私の子じゃないっていう風に言われるぐらい、うちのね親はこういうキラキラしたものが大嫌いなんですね。母親のね、化粧台の引き出しにこうアクセサリーとかこうしまっとくところとかあったんですけど、そこのねアクセサリーのところをね開けちゃいつも自分の指とかにつけたりとか、あー、ちょっと下すぎたなんか変な感じになっちゃった。もうちょっと上か、どうかな、どうでしょうか。こんな感じ、こういうキラキラしたのが好きなんですけど、こんな感じの。これいいのはさ、真後ろから見てもほら、ここにねキラキラがあるから、後ろから見ても綺麗だし、横から見てもこのキラキラがついてて綺麗だなぁなと思ってて、ほんとそれだけです、みません。いやー、もうね、このバンスクリップを買ってね、つけて、あ、どんな感じなのかなと思って、動画でしか私確認ができないんです。自分ではこう見れないからね、鏡で見てもなんかいまいちわかんないし、こうやって見るとあれ見えないみたいな感じだから、そう、動画でね確認ついでに皆さんにね紹介させていただこうかなと思ってて、はい、こっち側からだとこんな感じ。あ、ちょっとちゃんと止まってないな。はい、まあ、というわけでこれをね紹介させていただきました。で、このねキラキラついてるじゃないですか、このキラキラ、こっちキラキラがついてないじゃないですか。なんかちょっと寂しいなと思ったんで、ジョイフル2っていうね、
クラフトとかが売ってるところがあるんですけど、そこでねスワロフスキーの、はい、クリスタルを買ってきたので、後でねこれをつけてこの辺に 1,2,3,4,5 ってあるからこれ10個ちょうど買ってきたんで、両方つけてねちょっとキラキラって光るあのヘアアクセサリーにしたいなと思って、基本ねそのまんま使うの好きじゃないんです。いや髪が長いっていいね。はい、あの本当結論はそこです。髪が長いっていいなっていうそういう話です。もう最近髪が伸びてきてね、もう髪留めがねいろいろ選べるのがすごく嬉しくてしょうがないです。もう少ししたらね、もうちょっと長くなったらかんざしとかねつけられるんじゃないかなと思ってね、それちょっとすごい結構期待してるんだけど、ボブぐらいでいいかなって思ったんだけど、最初は髪の長さ、だん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 ちょっと欲が出てきて髪留めを使いたいっていうね欲が出てきて、最近結構伸ばし続けてます。はい、多分もっと伸ばすと思います。そんなね私の姿を見てププって笑ってもらえたら嬉しいです。はい、というわけでですね、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。グッドボタンとかね押してもらえると私が喜びます。チャンネル登録してもらえると嬉しいな。 Alright, I hope you guys enjoyed this video. And if you did, please like the video. Please share the video. And don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching. And I'll see you next time. Bye. ではでは次の動画も見てね。